聞いた話ではお化けが大好物らしいぞ。お化けが大好物？どういうこと？好きってこと？食べるわけじゃないよね。果たして次の行く手でマリオたちを待ち受けるのはどんな冒険なのでしょうか。続けます。星の生徒のやりとりはなしっすか。めっちゃなんかナレーションベースで終わったんやけど。ガハハハハ、ご機嫌はいかがかな。ピーチ姫がいつもニコニコしていてくれると我が輩は嬉しいのだが、だったらここから出せよ。残念だけど私とっても機嫌が悪いの。お城のみんなは捕まったままだし、あなたがキノコワールドをめちゃくちゃにしているんでしょ。すぐに元通りにしてくれるならにっこりしてみせるわ。ガハハハ、それは無理というものだ。マリオのやつが生意気にもノコブロスとカーメンを倒してしまった。ヘナチョコのやつらだったが、可愛いティサたちをいじめられて何もしないわけにはいかん。今度はケツケツせずに不死身のドガボンにマリオをやっつけさせることにしたのだ。ドガボンってどんなやつやった。我が輩の次ぐらいに強いやつだ。もうマリオのことは諦めるがよい。いや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 、クッパ様大変でございますじゃ。カメックババよ、そんなに慌ってどうしたというのだ。実はゴニョゴニョ、てかあれやね、ピーチ姫一回抜け出そうとしたのにまだ前と同じぐらいの感じなんや。全然なんか拘束されたりとかないんよね。クッパってすごい優しい感じがする。何？ドガボンのところから星の精がに、え、逃げ、クッパ様、お声が大きすぎますじゃ。ピーチ姫に聞こえてしまいますぞ。とにかく詳しい話は向こうで聞くとしよう。じゃあこれが今度知らされるってことかな、マリオのとこに。来た来た。来た来た。ティンク、さっきの話聞こえた？はい、聞こえました。星の精様が逃げ出したとか。それと、不死身のドガボンっていうのも気になりますね。マリオさん、勝てるでしょうか？本当に不死身なら勝てんと思うけど。ドガボンのことを少し調べてみましょうよ。不死身のっていうぐらいやけん、多分弱点が分かりにくいとかそういうことなんやろうね。でも弱点ついたら、多分全然いけるんやろうけど。何か弱点とか分かればマリオを助けられるわ。からくりがあるはずなんやね、きっと。そうですね。それじゃあ早速この部屋から抜け出さなくっちゃ。また？もしかしてあれ？一つそのワールドというか、あれをクリアするたんびに、ピーチ姫ターンが、やってくる感じですか？この辺からはどこにも行けん。そっから飛び降りるとか無理よね。ふかふかのベッド。化粧してる場合かよ。しかも無言。ピーチ姫のドレス、お気に入りのドレス。全部一緒なんすね。マリオの写真。いちいちハートつくのすごいムカつくんやけど。よいしょ。え？何も変わってなくない？え、スイッチの位置が変わったとか？結局ここ絶対見つかるやろ。お、前はここくるってやってきて、ここで日記を読み寄るときにバレたんよね。今回日記もう隠したか。外には見張りがいるみたいですよ。見つからないようにしてください。ひー、これは一体どこに行けばいいの？どこに行けばいい？でも鍵がかかっていて開かないですよね。そりゃめっちゃギリギリやった今。ここの部屋の移動ができた。ピーチ姫自由自在やん。スイッチも普通にあるまんまやし。どうよ、ゆるすぎない？怖い怖い怖い。こっちは何これ、宝箱？なんか光り輝いとんやけど。あ、綺麗な宝箱がありますよ。あら、これはキノコ城に代々伝わる不思議な宝箱だわ。え、不思議な宝箱？そう、
この宝箱はどこかにあるもう一つの不思議な宝箱につながっているの。これに物を入れるともう一つの不思議な宝箱から取り出せるのよ。すごいものなんですね。で、もう一つの宝箱はどこにあるんですか？どこだったかしら。ちょっと覚えてないわ。覚えてないんかーい。あ、ひょっとしたらここに入れたものをマリオさんが受け取ってくれるかもしれませんよ。何か入れるものはないかしら。あ、なんかアイテム。寝顔のパワーのバッジをゲット。寝顔をするときスターパワーが普段より多く溜まるようになる。そうそう、こういうのこういうの。めっちゃ役に立つ、それ。大事。回復とかできるもんね。じゃあ寝顔のパワーを入れた。でももう一個の不思議な宝箱は一体どこにあるんやろ。もう出てきた？まだかな。あそこ行ったら見つかるよね。普通に見つかるよね。他にまだ行ってない部屋とかあり、あ、ピーチ姫、お部屋から抜け出されては困ります。申し訳ありませんがお部屋に戻っていただきます。見つかった。ひー、雑。姫の扱い雑。大丈夫ですかピーチ姫。平気よ、ありがとう。もう私ったらドジね。どうして見つかっちゃうのかしら。次はきっと大丈夫ですよピーチ姫。ちゃんと中を見ろよ。ほらー、また脱出するよピーチ姫。めげねー、強、精神強。ここに、あ、ここにも部屋ある。ここ行ってなかったっけ。あ、来てない。ここにも見張りがいるみたいです。見つからないように気をつけましょう。どこに行けばいいんやろ。そこになんかあるのに。あ、ピーチ姫、あれもバッチかな。ジョーイ、くそ。お、ピンチで頑張るのバッチをゲット。マリオがピンチになると攻撃力が2アップする。おお、え、これバレない？なんでバレんの。なんか話してるな。お、なあ、おい、知ってるか、ドガボン様のこと。聞いた話ではお化けが大好物らしいぞ。お化けが大好物？どういうこと？好きってこと？食べるわけじゃないよね。へえ、なんか上にある？ドガボン様って、迷いの森の先のずっと奥におられる、あのドガボン様だろ？確か今、星の精の一人を見張っておられるんだったよな。ほら、なんか、おるよ、おるというか、あるというか、あるよね、なんか。そのドガボン様だけど、ピューピューヒルの頂上にあるお城に住んでるんだ。いちいちなんか、あれだな。場所の名前が間抜けだな。ドガボン様のお城の近くには、お化けのテレサたちが住んでいる屋敷や集落があって、そこへ時々テレサを捕まえに行くらしいんだ。え、もしかして本当に食べるの？そんでもってテレサを、テレサを捕まえると頭からむしゃむしゃ食べちゃうんだって。え、本当にその意味の大好物か。へえ、恐ろしい。そんなの聞いたら夜中にトイレに行けなくなっちゃうよ。夢に出てきそうだ。あと、ドガボン様って不死身らしいぞ。何をされても全然平気で、傷一つ負わないそうだ。もしかしたらクッパ様より強いのかもしれないぞ。まさか、そんなはずはないだろ。クッパ様より強いなんて。きっとドガボン様にも弱点の一つや二つあるに違いないさ。そういえば、人に知られたらまずい秘密があるらしいって噂が。それに昔はドガボン様って全然強くなかったという話も聞いたことがあるぜ。じゃあ強くなる何かあったんやな。しー、こんな話をしてることがドガボン様の耳に入ったら、俺たちが食われちまうぜ。でも一体ドガボン様の不死身の秘密って何だろう。知らないよ。誰も知らないから秘密なんじゃないかな。まあね。ティンク、ドガボンにも弱点があるみたいね。あとはそれが何かが分かればいいんですけど。ん？おい、今、話し声が聞こえなかったか？ドキ。俺たちがここでサボってるのがバレたかな。危ねえ。あ、ピーチ姫、なぜこんなところに。申し訳ありませんが、お部屋に戻ってもらいます。ティンクが上に行った。
ほら、あれなんかハート、なんかキノコっぽい頭とハートみたいな見えん？あ、いやん。さあ、早く知らせに行くんだ、ティンク。お、救い出した子やね。マリオちゃん、ありがとう。おかげでやっと私も星の国に戻れるわ。私の名前はマール。よろしくね。まだまだ道のりは長いけど、きっとあなたなら、ピーチ姫を助け出すことができるわ。私も目いっぱいあなたを応援しちゃう。私からのプレゼント、受け取って。そっか、これで新しい力が。マリオのスターパワーが2になったぞ。スターパワーって何？マリオはママの子守歌という星の精の技を使えるようになった。ほう、眠らせれるってこと？ママの子守歌は敵全体を眠らせる技だぞ。ふんふん。ピンチになったら私を呼んで。本当の私はすごいのよ。なんたって星の精なんだから。うふふ、力がみなぎってきたわ。頑張りましょうね、マリオちゃん。捕まっている他の星の精たちを早く助け出さなくちゃね。わかってますよ。とりあえず星の国に戻るわ。スターの杖を失ってどうなっているのかすごく心配なの。マリオちゃん、またね。ファイト。さあ、一旦、違う。一旦、あ、今は満タンなんか。で、バッチちょっと見とこ。残り3。次々ジャンプ、ミニミニ踏み。ミニミニ踏みができるようになるの、ミニミニ踏みの意味がわからんねえけど。連続ジャンプ、ハンマーチャージ、ナイスで防御、ピンチでラッキー、ああ、さっきのやつね。トゲオガード。あ、そっか、一応サボテンのやつがおるけんってつけたんやっけ、これ。じゃ、これは別にもうさ、剥がしていいかな。目回しスピン。いやいや、それはどうでもいいな。どうしよう。次ジャンプと連続ジャンプって何が違うん？わからんけど、多分、フラワーポイントこっちの方が多く消費するけん、こっちの方が強いんやろうな。で、連続ジャンプと、ピンチでラッキー、いや、ナイスで防御にしようか。オッケー。オッケーオッケー。あ、なに、あれ、スターパワー使うゲージが違うってこと？なんか違ったよね、今。普通に今までの、キヤー普通に今までの黄色いやつと、プラスなんか横に緑のゲージも出とったよ。それぞれで違うんか。まあ、なんか、ねえ、どっちも使えるっていうのはいいことやとは思うんやけど、くんなっておい。来ないでー。どこだ？町はどこだ？一旦町に帰りたいんやけど、私。で、どこに向かえばいいんかな？おお、よく来たな。砂漠の町、カラカラタウンへようこそ。カラカラ砂漠はカラカラ。今日も神秘の風が吹く。なんてね、僕の歌は上手でしょ。キノコタウンには道場があるのを知っていますか？昔道場に挑戦したことがあるんですが、頑張ったおかげで2段の証をもらいましたよ。マリオさんならきっと強いから。あれ、何も持っていないんですね。だって道場とか知らねえし。キノコタウンにはものすごくよく当たると評判の占いのおじいさんがいるそうです。冒険の途中で困ったことがあったら占ってもらうといいですよ。そっか、占えばいいのかな。私たちキノコ城の仲良し3人娘なの。謎と冒険を求めて、はるばるカラカラタウンに来たのよ。でも砂漠って暑いわね。カラカラになっちゃうかと思ったわ。私たちの旅への情熱に比べたら、砂漠の暑さなんて涼しいものよ。三人一緒ならどこへでも平気。どこでも平気。世界の果てまでもどんどん行っちゃうんだから。カラカラタウンの珍しいものをたくさん買って帰るのよ。伝説のアラビン遺跡にも絶対に行かなくちゃ。お土産話が盛り上がらないわ。いや、まあ一応遺跡はもう常に出とる状態には、一人だけど。ここから私はどうすればいいんだい？とりあえず、ロレンチ親分に会いに行くか。入れて。ロレンチ親分。
ねえ、私こっからどうすればいいかな。お、ねえねえねえ、どうも。アラビ遺跡の様子はどうだね。なんだって、遺跡に大魔王クッパの手下どもが入り込んでいた。マリオ、あんたが奴らをやっつけてくれたのか。このロレンチュ、あんたには何度お礼を言っても言い足りない。私もあんたの冒険がうまくいくことを祈ろう。祈らんでいいけんヒントをくれよ。どういうことだよ。アラビ遺跡が出現したという噂です。本当なのでしょうか。本当です、本当です。よく当たる占いってどこですか。あの裏か。この間カラカラ砂漠に大昔に隠された遺跡が現れたらしいね。カラカラタウンを作った盗賊のエヴンの伝説はやっぱり本当だったんだ。こっから行けるんやったよね。よし、来たぜ。ハロー、ようこそ。ご機嫌いかが。私の名前はサンデール、砂漠のキュートなまじないし、ここに来るなんてとってもラッキー。私はまじない得意なの。まじないすれば不思議なパワー、ピキーンと聞けばベリーラッキー。あなたもどうです？かけてみない？かけてみましょう。それならグッドでナイスだわ。コースを選んでハッピーになって。あなたが選ぶのはどのコース？ちょび、これ、占いじゃねえな。ここだけの話だが、この姉ちゃんにまじないをかけてもらうとバトルでいいことがあるんだ。攻撃力がアップしたり、もらえるコインが増えたり、他にもいいことがあるんだ。違うんよ。まじないじゃないんすよね。どこに行けばいいかが聞きたいんすけど、私。どこに行けばいいんですかね。地図。次の目的地みたいなのどっかわかる？ゴツゴツ山。アラビン遺跡。カラカラ砂漠。こっちの方まだ来てないんよね。お化けがどうのこうのって言ったけん、この辺かな。なんかこの辺暗くない？絶対その辺やって。え、何、どうやって行けばいいんやろ。え、どうやって行けばいいんやろ。ねえ、どこからどうやって行くの？この上からとか。お、矢印こっちあるよ。おい、そこのおめえ。ちょっと待て。どっかで見たような顔だよ。こいつ前も話しかけてこなかった。自分はマリオじゃないって答えたんよね。毎回このやりとりある感じ。おいおめえ、クッパ様からもらった指名手配書に乗っとるマリオってやつに似てるだよ。おめえ名前はなんつうだ。ルイージです。へえ、そうかい。おめえはルイージって言うんだか。よく似てる気がしただがな。なら人違いだって、通っていいべ。いや、今手元で手配書見たんやろ。手配書持ってる意味。手配書を持ってる意味は。あ、で、おーっと、危険。ちょ、待って。はい。運んで、運んで。お、これ進んでいけよんかな。何こいつ。よう、こんにちは。俺様はレベーラってんだ。あんたに会えて嬉しいよ。あんた自分の能力をアップしたいと思わないか？へっへっへ、思うよな。怪しいやつや。本当なら390コインのところだが、あんただけは特別に39コインにおまけだ。もしも39コインくれたなら、HP、FP、BP の中から一つ能力をアップしてやるよ。俺様は嘘なんかつかないし、あんたを騙したりもしないよ。へへ、コインゼロなんだ。そいつは残念。じゃあまた今度な。ってことは占いもできんのやないん。お金いったよね、あれ。おい、ダメやん。どこから行けばいいんよ、マジで。行けないんですけど。看板とか立ってない？列車なんかな？それともなんか、話が進むごとに、なんかこの辺、あれやない？復旧してきて、行ける道が、とかない？行ける道ができて、な、そこから行けるとか、ないっすかね。ここは一体、いやー！
あれやな、ポイントはもらえんのやな。あれどこなの、マジでどこなの。ん、これもし、え、違うか。ん、違うか。なんかこの辺、いや違うな、これ赤いのあるんかと思ったんやけど違うか。え、なんや、どこに行けばいいんや、どこに行けばいいんすか。今おるのがキノコタウンやろ、ポカポカロード。なんかここに、ここになんか建物ある。関係ないかな。でもあそこの建物、え、あれはキノコタウンの中なんかな。どの辺や。こっち。間違えた。せっかく復旧しよった村を。お、なに、ギャー。あ、ここ、なんかおった今。あ、そういえばこんなとこあったな、なんか。あわわわ、さっきお化けがこの前を通っていったんですよ。見ましたよね。何かがおったような気はしたけど、見たってことでいいんか。やっぱり。あ、そこー、なんかおじいちゃんテレサみたいな。あー、こっちこっち。何あれ、執事みたいな。森へ行った。なんか最後めっちゃスマーした顔で向こう行ったけど。マリオさん、ちょっと迷いの森の様子を見てきてもらえませんか。迷いの森、本当なら迷いの森の様子を見てくるのは僕の仕事なんですが、僕お化けは苦手なもので。お願いしますよ。あ、迷いの森の、なんていう番人みたいなしょったやんけ、こいつ。で、まだここには行けませんよ、的なことを言ったような気がしなくもない。お願いしますよ。迷いの森、こっちってことね。迷いの森は危険なので、子供たちが入らないようにここで見張ってます。なるほど。ほい、ということで、やっとやね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、迷いの森の方に、テレサがね、なんか、執事みたいなテレサが向かっていったけん、そっちに次はね、そっち追いかけていけばいいんかな。行こう。